い、おかえりお疲れこんばんは。おかえりお疲れこんばんは。思ってんな。はい、おかえりお疲れこんばんは。マチコでございます。はい、はい、アイランド2です。第8話。うん、ねえ、いよいよ明日ですか、明後日ですか。明後日ね。はい、その前に予告動画もまた上がってきたんで。早速。はい、それをね、しっかりじっくり見して。うん。先走っちゃおうかなと思ってます。はい、うん、もうネタバレありますからね。気をつけてください。完璧なネタバレですよ。私の推理はもうほぼ的中しますから。前回ちょっと外したね。ちょっとね、ちょっとかな。ちょっと大外れだったね。ちょっと大外れ。ちょっと大外れだったけどね。大外れの中ではちょっとだった。だいぶ M 姉さんにもう警戒されてる感じがもうひしひしと感じるわけ。ね、今回はもうまたビシッと開けていきますよ。はい。ね、はい、行ってみましょう。それでは第8話の予告、じっくり見、スタート。はい、ちょっとお聞きしましたけれども、しっかり見ていきましょう。うん、番組の最後に流れた予告と、昨日 YouTube の方にアップされた予告、うん、はい、こちらの方をね、じっくり見していきたいと思います。今回は、前回好評だった、はい、好評だったのあれ、Google 翻訳くんも一緒にもう最初から見ていきたいと思います。はい、行ってみましょう。でまずこれね、ここからね、うんうん、毎週木曜夜9時30分放送ということで、はい、はい、さあ早速パート2の新しいストーリーテラー、おう、誰でしょうか。テラー公開、公開ですね。うん、わーって顔してる。何変わんの、誰、本当にこれはこのね、私が目が見えないから、うん、こうやって上げた顔が、こ、あのブラザートムに似てるっていうコメントが来たんだけど似てる、似てます。初めて言われた。初めてのタイプ。うん、どうしとって似てきたのかな。違いますかって書いて。違いますかってなんだ。違いますかってなんだ。パート2。パート2の旅を一緒にする。うん、です。です。です、はい。ほにゃほにゃちょめちょめです。これメンバーの人数はこれですよ、なんか。うん、そうそうそう。ああ、喜んでますね。はい。覚えておいてください。次のあれかな、ミッションの話してんのかな。徹底した個人戦です、古典ですって書いてある。古典です、はい。うわ、ちょっと厳しい顔になってきた。また個人等数を公開しますよ。あ、うん、現在の順位みたいなことかな。現在個人等数を公開します。だってアイランダー1位この人誰、うん、なんで私じゃないの、サランちゃんじゃないと。サランちゃんではないっていう見せ方です。こういう時に限ってサランちゃんのです。そうやね、うん、今までのね、普通だったら ね、まあ、でも違うの、今の M のやり方は違う、うん、そのままなの、そのままの、うん、そうですよ、個人店でもあります。はい、うん、ジンちゃんね、これは一等が切れる、どういうこと。動画切れる、切れる、どういうことだろう。ちょっと不服そうな顔してます、うん、ね、なるほどね。チェッポンチテスト、最初のテストは、はい、はい、ブラックメイドテストです。ブラックメイドテスト、あ、知ってんの、知ってんの、これだけ聞いてあーってなる。あー、あれかじゃないの、あー、あれかじゃないの、じゃないの、うん、あれは、っ、ね、持ってきたとこなの、うん、そうそうそう、はい。でここでジミンちゃんね、ジミンちゃんが私はセンターパートです、うん、って、うん、センターパートね、センターパートをやりますっていう宣言したのかな。まあね、やらなきゃね、うん、で、あ、ちょっとサランちゃんが、サランちゃんの、ってか私もなんだけどみたいな、私もやりたかったんだけどそうっていうところで、ここにいるのが、うん、はい、今フコちゃんが見えてますね、はい、うん、さっきサランちゃんもいたし、これジミンちゃんだよね、共同運命ではなく個人の運命だけ、一応チームだけど、うん、個人戦なんだやっぱり、うん、サランちゃんちょっとバチバチな感じ、何かを意識してそうな顔をしている。一人の退治のない激激しい生存競争が始まった、うん、何でしょう、はい、余裕が、余暇が熱い、でも女が熱い、どういうこと、魚が熱い、魚が熱い、どういうこと、いろいろ熱いな、いろいろ熱い、うん、今のさっきのね、ふこちゃんとあやつを見てるんだ、はい、うん、見ての見られてるんだ、ね、いつも見てたのかな、ここは熱い、あ、これが一番正しそうだな、ここは熱い、うん、
ユギだから。ユギでよかった、ね。これで面白いって言ってます。長谷川さんがこれで面白い言ってます。はい。確かにね。あの、ギュリちゃんとじゃあ、フコちゃんが名簿争い、どこかな。これはまた別のチーム。うん、ジョンちゃんと、後ろセビちゃんがいるね。で、おっと。すぐ後ろはユジちゃんだね。うん。で、一番後ろが多分、ココちゃんかな。あの黒。ジュンちゃん、なんか言ってます。はい。似合わなかった。あら。あら。どうした？似合わなかった。あの予想。またまた二人のその後に似合わなかったって言った後に、ジョーンちゃんを映すこの真意とは、うん。またそうなってんの。これセビちゃんが少し恥ずかしい感じ。それは誰に言ってんだろうね。ゆずちゃん。ゆずちゃんに言ってんの？ゆずちゃん。ゆずちゃんもちょっとって顔してるけど。まあ、フィードバックしてんのかな、じゃあ。あ、ぶん回してます。ぶん回してます。これ誰？ジウンちゃんです。あ、ジウンちゃんか、うん。スジョンちゃんもいる。あれ、向こうが、あれさっきのチームね。セビちゃん、ユジュちゃん、あ、ココちゃんだよ。ココちゃんだ、ね。ココちゃんに、ジョンちゃん。え、だってここはさ、ジウンちゃんいないじゃん。うん。うん、さっきのフィードバックはおかしくないじゃん。そうやな。見せ合いっこしたでもなければね。うん。うんうん、お互いの言ってみようみたいなのがあったんだったら言うことあるかもしれないけど、うんうん、もしかしたら M ねのいつものやり口かもしれない、ね、うん、かもね。ここは来たね、やっぱりね。まだまだ全然違う人たちに言ってるやつをジョンのこの対比というかさ、確執をこれを引っ張ろうとしてるよね。ちょっと読めなくなってきてますね、うんうん、いやあれ、まあ、でも違う、今のはもう違うわ。今の大体分かったわ。切り張りしちゃった。そうそうそう、うん、しちゃってるね。どうだ。お、12時間後かな、これテストやるよっていうか本番ですよっていう。はい、これね、はいはい。そんなあれなん、急に告げられる、うん、9時30分、はい、決められてない。そりゃそうでしょう。はい、やります今からみたいな。そうそうそう、うん、でこれが番組放送後に放送間際に流れたやつね。これ本で昨日出たやつね。新たにね、はい、はい、で来ました。個人の運命をかけた激しい生存創造が始まる。だー、ランド、アイランド、あー、パート2。はい、わー、驚いてます、マイちゃん。はい、来ました。個人の身をかけた。同じこと言ってるね。はい。ハンビンね。ハンビンだよね、これね。ハンビンだね、これは、ね。ソンハンビンだよね。ソンハンビンだね、ゼベワの、ね。ゼベワのソンハンビンだよね。はい、うん、間違いない。あの、さっき、この間までずっとこう、全然誰もいないスタジオでずっと喋ってた、あの、男前の兄ちゃんいたじゃない。うん、パート1で終わりなんだね、きっと ね。ちょっと雰囲気が似てんだよね。確かにな。うん、だから、あれなんか変えたって思った感じ、うん、だったけども、もうパート2で新しくなったから、やっぱ総販便になったんだね。そう。うん、で、舞ちゃん、頑張ってる。お、スジョン。スジョンが見て、あ、なんか言ってる。できないときは言わないで。できないときは、できないのに立候補しないで的なことか。できない？できないんだったらやらないでよってこと？うんうん、ちょっと、ちょっと。大丈夫か？うん、ちょっと待って、でも、チームが違うよ。本当だね、ゆずちゃんいる、ね。ゆずちゃんもいるし、うん。あ、でも、まいちゃんだな、やっぱり。まいちゃんに言ってるような感じに見せているけどね。うんうんうん、どうでしょう。あ、スジョンちゃん、なんでそんな、って顔してんのこれ。マイバーサススジョン。ちょっとやばくないこれ。スジョン落とし来たよ、これ。ね、エムネさん、今回、ジウンの後は、スジョンよ、やっぱり。スジョンに。狙われてる？うん。ボーカルの先生でもありません。これ誰が言ってんのこれ。ちょっと、音を聞くね。誰かに言われちゃってんだ。先生か、先生かなんか、誰かだ、うん。誰か言ってるわ。誰かに言われてんのこれ、スジョンじゃね。そうそうそう、うん。言われて、ちょっと。すげえ、ふんげえ、このくん。これは良くないね。ちょっと、ね。これやばいね、スジョンちゃん、これ。ちょっと、悪く見えちゃうけど、うん、泣くのを我慢してるっていうふうにも見えないか。スジョンちゃん、見えないか。ボーカルの先生でもありませんって言われて。うん、どういうことだ、ね、あなたが何を言ったか分かりませんけれども、あなたはボーカルの先生でもありません。チーム内でいろいろ言ってるらしいけど、うん、って言われた時のこの顔、うん、かもしれない。なんだろうね。でこの、あ、長谷川さんはこの何言ってる。とんでもなく聞こえる。とんでもなく聞こえる。どっちのやつ、悪いやつ、聞こえたか、うん、どっち聞こえる。とんでもなく聞こえる、うん、どっちのやつ。とんでもなくだからね。 うまいっていう顔してないよね。、うん、やばい時の顔かな、うん、
ゆずちゃんに言われた？めっちゃ驚いてるけど、これはもうゆずちゃんじゃないよね。今までの普通のエムネさんで言うと、絶対に、ただ驚いた時の顔を使われてるだけのような気もする。うわー来た。そこへこれゆずすじょんちゃん昔のラップだって言われてんのかな。これやっぱり言われてんだ。あれラップのことはもしかしてゆずちゃんが言われてんのかな。ゆずちゃんラップするもんね。でそれをこうって聞いてる、顔がちょっと良かったから使われちゃったみたいな。これはちょっと良くないな。すじょんちゃんにとっては良くないなこれな。ね、あんましこういうタイミングの顔を抜かないであげてほしいですね。この表情はちょっと良くないな。心配になってきたな。はい、そしておいよいよ、はいですね、これみんな一気に出てきたね。ブラックメールテストを始めます。いってください。そしてこれちょっと見ていこう、見ていこう。チーム分けは、これが、左から黒チームは、黒チームね、4人ずつね、4人ずつね、はっきりしてるのこれスジョンちゃんでしょ。スジョンちゃんの隣がジウンちゃんだね。ほんでこのすべてポニーテがマイちゃんか。これはね、ジュオンちゃんだと思う。とりあえずここに隣、ちょっと外隣、ジミンちゃん、あのね、サランちゃんとフコちゃんとギリちゃんっていう、あの練習室でね、やってた。これでこっちがセビちゃん。セビちゃんな。でこれツインテール、もうセーラームーン並みのツインテールだ。ね。ジョンちゃん。ジョンちゃんに、あとは、あこれじゃあユジュちゃん、ココちゃんか。かな。でこれジュオンちゃんだね。ですわな。でさね。ほら、ソンハンビン。キリッとしてんね、今日は随分ね。爽やかな。すごいね。ソンハンビンというよりキリッと。ストーリーテラーやっちゃう。まあ MC やっちゃってるからね、最近はね。音楽番組でもね。自分もね、最近。ね。大したもんだ。オーディション番組で。そしてボーン出た。うわ、豪華だね。おお。分回し、分回しです。おいおい、おお、こっちはこっち。パーン。あれ、うわ、読めないか。暗すぎるか。左の方がいいです。なんですお姫様になりたい。ラブシックガール。ラブシックガールって出てんな。ラブシックガールズ。ラブシックガールズ。ブラックピンク。はい。ブラックピンクだね。ブラックピンクですね。うん。これね。なんでだってね。これが、ほで、ラビアンローズ。わかりやすい。ラビアンローズ。ラビアンローズ。どうしたどうした。お、泣いてた。スジョンちゃんが泣いている。スジョンちゃんどうしたの？やばいな、スジョンちゃんこれ、今回。なんかね、結構予告に映ってたよ、スジョンちゃん。アイランダを驚かせたブラックメイドテストの中。衝撃的な結果。だって。へぇー。うん。どうしたの？ちょっと。謎。謎が謎呼ぶ殺人事件。って顔して。ちょっと待って、このチームだけ結局分かんなかったけど。これね、分回しチームね。はい。スタート。ドゥンドゥ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 ンっていうやつじゃない。あー、なんかあるね。なんだっけあれ。ブラックピンクそれ。なんだっけ。ちょっと翻訳じゃなくて、こっちで試してみるか。Google さんに。Google、はい。ドゥンドゥ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 ンドゥン。ドゥンドゥ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 ンドゥン。お、来たよ。ドゥルルって言った。ステーキのドン。なんで？あるの？そんなこと言う、聞いてない。聞いてない。曲、曲。どんどん言ってるから、もうステーキのドンだろってなったのか。そうそう、おかしいおかしい。それはおかしい。曲です、曲。ドンドド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 ンドンドンドド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 ンドン。え、豚ドンド。何それ、歌それあんの？ちょっと待って。なんで曲が出てくる？ちょっと待って、曲で。
ドン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 曲を検索ってしたらドン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 、あ、これか、あ、これかって言ったらダメだな、やり方間違ってた、そうそう、曲を検索をタップして歌えばいいのね。ドン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 、これ以上わかんない。ドン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 、一致する結果が見つかりませんでした。なんだよ、おかしいな、むずいな、ちょっと頑張ってくれよ。グーグーさんよ、もうラストチャンスね。ドン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 、お、カラカって言った、豚丼だ。好きやな、豚丼丼丼丼丼丼、まあどんどん言ってっからね。しょうがないよね。間違ってないよね。どれもね、間違ってステーキの丼も丼だったし、ね、豚丼丼も丼って言ってるしね、お弁当どんどんとか出てきて、しょうがないしょうがない、どんどん言っちゃって、はい、本当にそんなこと言ってるかどうかも怪しいからね。こんなちょっとだけで、なんでこれ、どん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 、曲出てたわ。お、な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 、曲でした。豚どんどんじゃなかったわ。豚どんどんではない。豚どんどんではなかった。うんうん、うん、ちなみにその、そこ何、なんて言ってんの、なんだっけ、21。21の I am the best っていう歌でした。はい、あー、なるほど。ドン、ドッドン、ドッドン、ドン、ドッドン、ドン。ネガチェチャラカーカ。あれか、ネガチェチャラカーか、それのドン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 、ブタドンドンブタドンドンブタドンドン、もういいよ、それにどんだけ時間使うんだよ、ブタドンドンに、ブタドンドンブタドンドンブタドンドンでした。わーおいて、まあね、これまたね、観客応援アイメイトたちがね来てますよ、本当に、ね、うん、じゃあこのアイメイトたち何持ってんのか、せっかくですからこれを見ていきましょう、うん、お、あと初回セビゴン、セビゴン、セビゴン。こっち行くとセビゴン、太陽、太陽、太陽ですね、うん、マイ、あ、マイ、マイですよね、うん、ナムユージュ、ナムユージュが出た、うん、ユージュ、お、ユージュが多いね、多いね、ユージュちゃん、うん、花、花。たまに花って出るんだよね。ココちゃん。ココちゃんだね、うん、これは絶対。ココ、花のことココっていう？花だ。なるほど。はい。こんな感じかな。今回分かったことは、ね、うん、そうだね、まあ、グループ割りは分かりましたけど、うん、悲しそうな顔をしてたスジョンちゃんがちょっと気がかりだな、そう、今回スジョンちゃんがね、どうなってくるのか、うん、結構言われてたっぽいしね、うん、先生たちに、でもすごい前向きにいろいろ彼女やってるはずなんで、ね、頑張り屋さんだからね、うん、ちょっと心配だね。ジウンちゃんとジョンちゃんの対立っていうのが、ちょっと無理やりすぎた。今回はそんなないんじゃないかっていう。うん、一応そういう風に見せかけてたけど、ちょっと無理やりすぎたし、それに代わるやっぱり何かが欲しいということで、スジョンちゃんが今回こう吊るし上げられてる感じがするな、エムネさんにな。この涙にはやっぱり いろんな意味があるわけでしょう。うん、それを今回は楽しみにして。はい。はい、あ、そっか、順位発表まであんだ、個人の。個人の順位発表。結果発表ね。はい。ということでございました。はい。ね。まあでも今回も3組、うん、3チームの熱い戦いが見れるということで、はい。楽しみ、ね、はい、これ楽しみたいと思います。皆さんの予告を見た感想、私たちのこの動画のについての感想も、ぜひともコメント欄の方に書いておいてください。そしてここまで見ちゃった人は見ちゃったボタン、ポン、はい、押しててくださいね。あとはチャンネル登録、まだの方、ぜひともよろしくお願いします。次は6000人目指して、はい、今ね、頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。おかえりお疲れこんばんは、今日もまちこと夢まちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。